全力少年少女。自己紹介をお願いします。高校3年生の杉岡みなみです。ダンスを始めたきっかけを教えてください。夏祭りで先輩たちがダンスを踊っていて、私もそんな風にかっこよく踊りたいなと思ったのがきっかけです。森瑠璃子ジャズダンススタジオはどんなクラスとなってますか？みんな優しくてとてもいい雰囲気です。ダンスをしていて楽しいことは何ですか？一曲振りが全部終わって自分の踊りができた時が一番楽しいです。発表会などで心がけていることは何ですか？先輩たちの振りとか先生の振りを見て自分が真似できるようなことがあったらとことん真似して自分のダンスをもっと上手くすることを心がけてます。最後に今後の目標を教えてください。振りを、ね、なるべく早く覚えて曲の雰囲気とかをつかめるようにすることです。ありがとうございました。では自己紹介をお願いします。高校2年生の金本美雪です。ダンスを始めたきっかけを教えてください。小さい時から体が柔らかいことがあって、自分がダンスを踊ることが好きなので、それで本格的に習いたいと思ったのがきっかけです。ダンスをしていてしんどいと思うことありますか？ダンスの振りがたくさんついてくると覚えるのが多くなってくるので、そういう時がしんどいと思います。ダンスをしていて自分が変わったなと思うところは何ですか？自分の振りをお客さんたちに見てもらえるように努力できるようになったことがなったことです。最後に今後の目標を教えてください。今まで以上にもっと自分のダンスを磨いて、もっと他のお客さんたちから見てもらって上手やなと思ってもらえるように頑張りたいと思います。ありがとうございました。自己紹介をお願いします。高校1年生の永田マリアです。ダンスを始めたきっかけを教えてください。私が昔人見知りで何かすることを探してて、ダンスを習ったら前で物事をいろいろできるようになると思って、お母さんが習わせてくれたことがきっかけです。ダンスをしていて楽しいことは何ですか？できない振りを何回も練習してできるようになったこととか、お客さんの前で発表をした時に喜んでもらえたりすることです。発表会などで心がけていることはありますか？お客さんにとってどう見えているかとか考えたり、ミスをしないようにしています。最後に今後の目標を教えてください。先生とかの振りを真似して先生ぐらい上手くなって、お客さんにもどう楽しんでもらえるかとか意識して全部考えて踊りたいと思っています。ありがとうございました。ありがとうございました。ではインストラクターの方にお話を聞いていきます。自己紹介をお願いします。はい、竹内ゆり子です。森瑠璃子ジャズダンススタジオはどんなクラスとなってますか？年齢はそれぞれなんですけれども、発表会とかイベントとかになるとみんなが一つになって楽しく踊るクラスになってます。今後の目標を教えてください。たくさんのイベントに出てお客様に楽しんでもらえるような、はい、イベントを作っていきたいなと思っています。では最後にお聞きの子どもたちに一言お願いします。はい、いつまでもダンスを大好きっていう気持ちを忘れずに楽しんで踊ってもらえたら嬉しいです。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。